昔々、ずっと昔、ヨーロッパのある国にバルナバスという人が住んでいました。この人は曲芸師で。あら、バルナバス来てくれたの？噂をすればなんとかって。本当ね。ちょうど今あなたのお話をしていたのよ。あなたのことをみんなに知ってほしいなって思ったの。それじゃあ案内してくれるかしら。あなたについていくわ。バルナバスは曲芸師で、町から町、村から村へと歩いてはみんなに曲芸を見せて暮らしていたの。曲芸？それは後で存分に見せてもらえるでしょ。バルナバスの曲芸はそれはそれはすごいんだから。町にマーケットが立つ日には人がいっぱい集まってくるの。近くの村や遠くの町からも。マーケットではいろいろなものを売っていたのね。今のスーパーみたいなものかしら。そういえばスーパーというのはスーパーマーケットという言葉から生まれたのよ。もともとはこの青空市場のことだったのね。でもちょっと違うのは、そこですぐに食べることもできたし、すずのお皿などはそこで職人のおじさんが作っていたりしたの。綺麗なお花も売っていたのよ。花には花言葉があるの知ってる？つまりそのお花で気持ちを表したりできるわけ。例えば素敵な友達なんていう具合にね。ちょっとマルチン、僕のこと忘れちゃったのかい？これも気持ちの表し方かもしれないわね。お行儀が悪いなんて言わなくてもいいのよ。マーケットには見せ物もあったのよ。さっきはクマさんだったけど、こちらは怪力ティモリオン。やれやれ、昔も今もインチキする人はいるのよね。でもバルナバスはちょっと違うのよ。それではバルナバスの曲芸ショー、始まり始まり。Thank you.
本当に素晴らしい見せ物だったらお客さんも大満足。金貨をいっぱい投げてくれるの。バルナバスも大満足。さあ、今日も一日楽しく仕事ができたわね、バルナバス。じゃ、ゆっくりおやすみなさい。なんだなんだ、喧嘩かな？こりゃ戦争だ。昔も今も戦争はバカバカしいこと。勝っても負けてもいいことなんか一つもありはしないのよ。家は燃えてしまうし、人は死んでしまうし。バルナバスの曲芸を楽しんでた人もみんな死んでしまったの。どうして人間ってこんなバカなことをするのかしら。悪いことには長い冬が始まったの。寒くて寒くて雪もどんどん降って、せっかく戦争でも死なずに助かったと思ったのに、一難去ってまた一難。バルナバスもこれで一巻の終わり。ちょうどそこに通りかかったのはセントバーナード犬じゃないけれど、修道院のロバさん。でもいい鼻で見つけてくれたみたい。カチンカチンに凍っちゃってる。これじゃ助からないかもしれない。とにかく急いで修道院へ連れて行かなくちゃ。火の前に置いてもらってもまだ凍ってるバルナバス。でも修道士さんはちゃんと分かってるの。さあ、ご飯ですよ。
べて生き返ったら着物をちゃんとしましょう。修道士見習いの服ですよ。バルナバス修道士の誕生です。修道院というところはね、修道士さんたちがみんなで助け合って一緒に暮らしているところなの。一緒にお祈りをして、一緒に食事をして。おや、バルナバスどこへ行ったの？そう、助けてもらったお礼に何かお手伝いをしたいっていうわけね。格好は良かったんだけど、みんなびっくりしてるわ。それじゃあ台所はどうかしら。リンゴの皮むきね。これだったら自慢の早業でちょいちょいっと。あんなにたくさんあったリンゴがこれだけ？昼休みの時間は庭でおしゃべり。そこへ現れたバルナバスは魔法使いの弟子のつもりかしら。でもちょっとユーモアのセンスが違うのよね。修道院ではいろいろなものを作っているの。こちらは粘土をこねて壺を作っている修道士さん。
バルナバス、君が作るとこれも芸術なのかしら。まあ粘土なんてただの土だもの。石の彫刻なら粘土みたいにくねくねならないはずよ。これは立派な石を見つけたわね。今度こそ慎重に。粘土もダメ、彫刻もダメ。でも怪我がなくてよかったわ。昔の聖書は今みたいな印刷じゃなくて、一つ一つ手で書き写していたの。綺麗な挿絵を入れて。ちょっとバルナバス、そんな大きな筆で。これじゃ赤鼻のトナカイさんじゃない。パレットの代わりにはなるみたい。歌もダメ、絵もダメ、彫刻も粘土細工もお料理もダメ。だったらアンジェラスの鐘を鳴らしてくれない？いやはや、何をやってもダメみたいね、バルナバス。バルナバス、君が修道士さんたちにお礼をしたいっていう気持ちはよくわかるのよ。だけど、みんなと同じようにはできないのよね。そして、みんなもわかってくれないみたい。残念だけど。ん？何か思いついたみたいね。ちょっとバルナバス、どこへ行くの？ああ、おやめなさい。ダメよ、こんな時間に。ちょっと、おやめなさい。
何をやってもダメなバルナバスは、どうしても助けてもらったお礼をしたくて、たった一つできることをしたのです。それは曲芸を見せること。でもこのお御堂の中でするのはちょっとまずいんじゃないかしら。聖なる場所で曲芸をするなんて今まで聞いたことないものね。マリア様、こんなすごい曲芸見たことないでしょ。バルナバスだってこんなに一生懸命に、こんなに心を込めてやったことはなかったのです。ありったけの力を振り絞って。するとその時突然に、奇跡が起こったのよ、バルナバス。そのバラはマリア様がくださったの。誰だって、どんな人だって、この花のような才能を神様からもらっているの。あれができない、これもダメって諦めないで、あなただけに神様がくださった花を咲かせましょうね。